ウィルトシャー州、トローブリッジの街の壁に描かれたムーー、ムーンレイカーの絵ムーンレイカーとは、イギリスのウィルトシャー州の人、または馬鹿者、阿坊者を表す英語の古典的因語である。ムーンは、ガツ、レイクは、熊手を意味し、直訳すると、ムーンレイカーとは、熊手を使って月を集める人となる。ある満月が高校とてる晩、ある村の外れを密輸品業者たちが夜道を急いでいた。 彼らは、高価な品物を樽の中に隠し、これをロバに積んで運んでいた。しかし、ある池のほとりでロバが急停止し、その表紙に樽が外れて、池に落ちてしまった。男たちはあたりにあったくまででなんとかこの村を岸まで引き寄せようと悪戦苦闘するが、運悪くその最中、村の税務所の役人がそこを通りかかった。男たちは、池の中から何かを救い上げようとしているようだが、 暗がりの中で、池の中に見えるのは水面に映った満月だけ。役人が不審に思って、事情を尋ねると、男の一人が、そこにデッケえチーズが浮いてますでしょう。あれをなんとか取れないもんかと思いやしてねえと起点を聞かせた。すると、役人は大笑いしてその場を立ち去った。役人は、バカなムーンレーカーたちの笑い話をことあるごとに、友人たちに話して回った。 しかし、本当に最後に笑ったのは三井業者たちだった。ありがとうございます。